パン作りで一緒に笑顔になろう、ふわっと世界一の幸せパンクリエイター、あずみんです。おはようございます。あ、勝手におはようございますって言ったわ今日はですね、すごく夏らしいパンを作っていこうと思います。パインカルピスのちぎりパンですね。カルピスのパイン味、飲んだことありますか？私ね、これ結構好きでですね、好きでって言ってもまあ5年前くらいに飲んでたやつなんですけども、久々に飲みたくなってね、買ったんですけれども、やっぱ美味しいなと思って、普通にスーパーでは売ってなかったりしますね。売ってる場合もあるけど、ちょっといろんな味あるけれども、これでね、パンを作っていきたいと思います。材料はですね、今日は15センチ型の型でやってみたいと思うので、15センチ型でやっていくんですけど、一応概要欄に18センチ型の場合の分量も書いておきたいと思いますので、18センチ型でやりたい方はね、そちらで、お願いします。強力粉 150g、 水飴 15g、 インスタントドライイースト 2g、 塩 2g、 無塩バター 15g、 カルピス原液 80g、 水 25g で、ドライパインなんですけれども、ちょっとね、どれくらい入れたらねベストかっていうのがわからないので、一応最初そうだな、 60g くらいでやってみようかな。それでなんか調整していきたいと思います。あと水分量も作りながらね、また例によって調整していくっていう形で、今言った分量で一応最初やるんですけれども、足したりするかもしれません。もし足して変わったらですね、概要欄に書いておきますので、そちらをご参照ください。では作っていきます。はい、それでは作っていくわけなんですけど、ドライパインはですね、測ってこうやってお湯でね、湯通しをしておきます。で、これほかっといて、その間にどんどん混ぜをね、進めていきたいと思います。はい、それでは、他のね、材料は計量してあるんですけれども、水飴だけね、今から測っていきます。 15g です。これなんかいい入れ方ないかなっていつも思うんですけど、でこのね、水飴がついているスプーンを洗うのが超絶大変なんですよね。おお、糸引いちゃって、すごい。あ、入りすぎ。これどうやればうまくやれるんですかね。いつも思ってる。こんななんかベトベトしてすごいやつ。まあいいや。はい、ではやっていきたいと思います。最初にこう水飴測ってですね、終わったら、水飴が入っている方に、イーストと水分を入れていくんですけれども、入っていない方に塩と塩とバターを入れていきます。はい、いいですね。はい、では水分を入れて作っていきます。はい、それでは始めていきます。イーストが入っている方にですね、パインカルピスと、でこれちょっと残ってるじゃないですか、これをですね、水でこうやってちゃんと取って入れるといいですね。はい、これで混ぜていきます。最初はですね、優しく混ぜていきます。で、パインカルピスの原液がもともと黄色いので、こういう感じの色になりますね。うん、いい香り。はい、混ざったらですね、こういう風に高速回転します。高速回転の、2分はですね、キッチンタイマーで測るのがおすすめでございます。混ぜる2分って超絶長いんで、自分でこれくらいかなって思うよりかなり長いですよ。はい、はい、高速回転の2分が終わりました。こんな感じでもったりしてきます。騙されたと思って2分測ってやってみるといいと思います。1分30秒くらい経つとですね、もったりした感覚が手にくるのでですね、混ぜた時のそのグルテンができてきたなっていう感覚が分かる感じがしますね。はい、で第2ボウルを入れて混ぜていきます。
第2ボウル入れたての時も粉が飛び散らないようにですね、ゆっくり優しく混ぜてきます。はい、 OK。 はい、そしたら台の上に出してこねていきます。はい、それではどうかな。あ、やっぱ硬いな。小さじでちょっと水を足してみます。ちょ、1杯目。もうちょいかな。入れたいけどな。あ、いいかな。いいかな、こんくらいでいいにしようかな。今小さじで4杯入れましたので、最初に言った分量プラス小さじ4で私はやっております。これでいきましょう。はい、はい、水分量決定したところでですね、ドライパインをですねペーパーで拭き取って、入れられる状態にしておきました。それでは続きこねていきますね。水分入れたことでこうだいぶ伸びが良くなりましたね。さっきか最初硬くて全然ダメです。私は個人的にはもうちょい入れたいけど、ドライパインが入るので、ドライパイン入れるとちょっと水分がね増えるんですよね。パイン自体水分があったり、その戻したねもう拭き取ってもやっぱ多少ベタつくもんで、これでいいにしようと思っております。個人的にはもうちょい入れたい。で、実は前回一回作ってみたんですよ。お尻パンみたいなね、ハイジの白パンのあの成形で。でもね、なんかね、カルピスの味がもっと欲しいって思ったから、ちょっと配合を変えたんですけど、どうでしょうか。はい、こんな感じでこねていきます。はい、では伸ばしごねある程度できたら、V字ごねをしていきます。例によって私は100往復やっていきたいと思います。はい、ではパインの混ぜ込みをやっていきますね。平べったく円形に伸ばしたらパインの3分の2ですね、3分の2をこう散らして入れて、で隅っこから巻いていく。で巻いたらここにもう一回パインを乗っけて、残りのよし。でこれも隅っこから巻いていく。はい、これでずしゃーっと。ちょっとだけこねます。この時にパインが潰れないように気をつけて混ぜていきます。結構パインいっぱい入れたな。結構いっぱいですね。でこのこねるのがねベタついて大変だとか、なんかこう加減するのが難しいっていう人は切ればいいと思います。こうやって切ってちょっと平らにして切って、これを重ねる。こうやって
こうやって重ねる。で重ねた後にこれをこうやって台にこすりつけて丸くするとか、スケッパーを使ってこうやって丸めるとかすれば、まんべんなくね生地にパインが混ざると思います。手についちゃった生地はその都度取ってお掃除して一緒に大きい方の生地に足していく。でやっぱパイン入れるとちょっとベタつくので、もうそれはしょうがない。こんな感じでまとめて、丸めたらボウルに入れていきます。はい、で、ここで一次発酵をさせていきます。一次発酵は40度で25分から35分です。はい、いつものようにですね、ここの裏にですね、ここにシュッシュッシュッ、 OK、 これで、はい、はい、でお湯を張ってですね、このココットと一緒に発酵に入れていきます。はい、今ね、一次発酵に入れたところです。カルピス飲んでます、おいしい。はい、ちょっと発酵時間に、ね、雑談をしようかなと思って、ちょっとこの価格やめよう。はい、ですね、昨日実は初めて人生初のレーズン酵母を試行してみました。ちょっと見にくいですね、わかります、こうレーズン見てんの。いやーね、やりたくってずっと前からね、ちょっとあの本をね、3月くらいからかな、朝スタンダー FM であの専門書を読んでアウトプットするっていうのをやってるんですよ。これ1日も休まず、1日2日くらい休んだかもしれないけど、なんかまあ休まずにね続けていて、朝活でどんなに遅く起きてもこれだけはやるみたいな感じでやってるんですよ。で、やれなかった時はね、お昼のインターバルの時にやったりとか、あの夜やったりとかした時もあったと思うんですけども、専門書をね読むっていうことがなかなかできなくて、私ね興味があっていっぱい買ってたのに読んでなかったんですよ。で読まない時期がずっと続いて、これじゃダメだなと思って、ずっと自分の中で心の引っかかりだったので、それやり始めたことによって専門書が進む進む、もうね枕元に置いてよ、あの置いてあるんですよ。で起きてパジャマのまんま読むっていうことにしていて、で10ページくらい読んで、それの内容についてアウトプットするって感じでやってるんですけども、完全に自分のためにやっていて、別に誰かに届けたいとかっていう感じでもないんですけども、なんでそれをやっているかっていうと、もう専門書を読む腰が重すぎて進まないから、専門書を、でその専門書を読むためにやっているんですけれども、20冊目標だったんですよ。で今何冊なのかちょっと数えてないですけど、10冊は終わったと思います。で、結構進んでいってですね、でその中に出てくる本の中にね、あのレーズン酵母のねところがあって、これねもうやりたくてしょうがなかったので今回やってみているんですけれども、そのレシピではですね、ロティオランの硬化水のパンの本で堀田誠さんっていう方が書かれているレシピでやってみてるんですけど、ちゃんとね私ね手袋もして、手袋した上から消毒もして、熱湯消毒で瓶とホイッパーも消毒をして、きちんとねあの菌がね変なの入らないように、ね、頑張ってねやってみましたよ。で書いてある通りにやって、レーズンの量が 300g もなかったから、 92g だったから、それも比率で全部計算して、水の量とかお砂糖の量とかこう出して割り出してやってみているんですけれども、なんか水少ない感じしますよね、なんかねまあでもいいやと思ってちょっとやってみてはですね、
でこれでどんなのがちゃんとできるのかなと思って、まあ最初だからね、最初からもう全部うまくいくかわからないけれども、ちょっと楽しみでございますね。これはレーズンが浮いてきてシュワシュワしてくるのがすごい楽しみでございます。昨日作ったばっかりなので、昨日の夜作ったのでまだ1日も経ってない状態ですね。これがね、だんだん変わっていくと思うので楽しみでございます。この夏ね、私はいろんな工房でチャレンジするっていうことが一つと、こねない製法といろんな製法にチャレンジするっていうのが自分の研究課題なので、工房をいろいろやってるんですけど、レッスンでね、魚ね工房をやって、で今冷蔵庫に魚ねちゃんもいるんですけど、それ と、白神小玉工房をこの間やらせてもらって、白神小玉工房ってなんか工房の名前長いから大変なイメージあるけど、なんかインスタントドライストと大して変わらないみたいな感じでしたね。でそれからレーズンでこれやって、あとほっぺ種を私作ってみたいんですよ。ビール好きだしね。もうでも私はね、 YouTube の新しいアカウント作ったんですけども、新しいアカウント、そっちがメインチャンネルでこれがサブチャンにしてるんですけど、メインチャンネルが今3人なんですよ、登録者数が。で3ヶ月で1000人にするっていうのを一応目標にしているんですけれども、ちょっとね最初ね大変なんですよ。今2ヶ月で300人じゃないですか、このチャンネルが。見てくださっていつもねありがとうございます。で2年で300人なのに3ヶ月で1000人って相当なチャレンジなんですよ、私にとっては。だからね、毎日投稿今頑張ってんですけど、ショート動画の、ちゃんとね動画の質というかクオリティをちゃんと良くするためにですね、ちゃんと動画の台本を書いてます。台本をノートに書いてですね、ノートに9項目書いてるんですよ。この動画で伝えたいこととか、視聴者のゴールとか、冒頭の2秒とかっていうのを全部書いて、それに項目に合わせて全部書いて、書き出してから作ってます。でそれが一番効果があるなって今思っているのはアフレコですね。アフレコを全部文章で言って一回書くんですよ。でそれを一回音読する、で音読した後に録音するっていう風にしているんですけれども、そうすると全体の尺に対して、長すぎるからここは削ろうとか、余分なことをカットできるし、なんか違和感を削除できるっていうのがすごくいいなって思ってて、やっぱ可視化するって大事だなってすごい思いましたね。いつもね行き当たりばったりで、ね、ポンと思いついたことポンと喋ってたんですよ。でもやっぱりね、一回こうその紙状に起こしてね、文章で、でそれをちゃんと吟味するっていう方がいいなとは思いますね。でもあんまり時間かけたくないからすごい早いですよ、私は。台本書くのも10分くらいじゃないか。もう猛烈に早い、バーってやって、なんかバーって作ってバーってやるみたいな感じで、もう時間意識してないですね。なんか集中してるから分かんない、集中してますね、すごい。作ってる時はね、なんか無心状態、パンのこねてる時と同じ感じですね。あんまり何も考えてない。あ、こねてる時は無心じゃないかもしれないですね。手の感触に集中しながらもちょっと頭思考働いてるかも。このあと何食べようかなとか、そういうことをちょっと考えちゃってるかもしれないね。動画作ってる時の方が無心かも。集中しないとできないのでね、何にも考えてない。他の悩みとか他のなんかこう思いにふけるみたいなことはやれないですね。動画やってるときはカーってもう出来上がるまで、だから出来上がるまで集中してやってるもんで、その動画作ってるのに何時間かかったとかって全然意識がなくて、なんか分かんないですね、あんまり。でも大体2時間以内ではできますね。1時間でできる時もあるけど、できない時もあるから、2時間以内ではできる。だから動画に8時間なんか使うとかってよくわからない。なんかでもあんまりそんな細かいところまで凝ってないからな、効果音とかその画像のね、なんかその粗さとかそういうやつとかは調整あんましてないので、でも相変わらずね、私ね、その動画編集のためにほぼパソコン買ったのに、全然パソコン開いてないですね。使ってないパソコン。
なんかね、やっぱスマホでやるのがもう楽になっちゃったんですよね。なんかスマホ1本で全部やってるんですけど、それが楽になっちゃった。それがむしろできてこそっていう感じで、なんか電車の移動時間とかも編集とかができるじゃないですか。でそれがすごいいいんですよね。なんかコンパクトだし、ただなんかこうちょっと見にくいとか、あの指でこう長さを調整するのに画像の長さとか、その後作った時の、あの画面の大きさをこうやってあの引っ張って拡大したりするじゃないですか。そういう時にあの選択がすぐサッとできなかったりして、小さすぎて指が大きすぎてっていうことなんですけど、それがねイラッとくる時はありますね。そんな感じでございます。なんかすごい久しぶりの動画なので、喋りたくなっちゃって雑談入れてすいません。いやー、いやもうちょっとね集中して YouTube を伸ばしたいなって思ったんですけど、でもショート動画毎日やるんだったらインスタ回しとかないともったいないなと思って、インスタ回して、でインスタだったら TikTok と M8 と LINE ブームもついでに載せたらよくないみたいな感じで全部回してるんですよ結局絞るために目標決めてんのに絞れてないっていう話で、なんかこういっぱいになっちゃってるんですけど、なんか面白いのが一番回ってんのがレモン8なんですよ。なんかふって感じ、もなんかもう自分がこれがいいっていう方にはいかず、そうじゃないところが行くみたいな感じで面白いですよね、うん、いやーなんかでもなんかこういうことってよくあるなと思って、人生でもなんか自分がどうしてもこれ手に入れたいとか、どうしてもこうしたいとかっていうのほど、それをやることによって他のことがうまくいったりとかしますよね。なんか不思議な感じです。で私はその目標を定めてガーッてやり始めたら、それ以外の自分の向き合わなきゃいけない人生の課題がボーっていっぱい出てきて、なんかそっちに気を取られていてですね、そっちをやらないとでもその自分の行きたいそこに行けないんだなみたいになっていてですね、今ねなんかすごいいろんなことが起こっているというか、向き合うこと、なんかこうポジティブなふりして向き合ってこなかったこと、なんか見て見ぬふりしてたところとかをちゃんと 見ている見つめているっていう感じですかね。すごい大事な実感というか時期なんだろうなと思いますね、自分の成長にとって。でこの間なんかその土日に旅行に行ったことで、なんだか知らないけど私の感覚がすごいふわって変わったんですよ。でそれがなんか変わったことで、なんか捉え方とか、なんか人を受け止めるとか、そういうことが全部変わって、なんか今まで思っていた固くななこと、こうじゃダメだよみたいな、なんか自分の中に変な基準というかジャッジする自分がいっぱいで、ね、それに照らし合わせて自分も責めてたし、周りの人も責めてたなと思ったし、周りの人に結構完璧求めすぎてて、なんか自分が思った通りに相手が動かないことに対しての怒りみたいなのがあったりして、なんか本当に私は小さかったなってすごい反省してるんですよね。でなんかそれがあった後になんかすごい感謝の泉みたいなのがね心の中に出てきて、ブワーブワーって噴水みたいにねこうなってんですよ。でそれがなんかこんこんと湧き出てくるんですよね。で今までそういう感覚なかったから、なんかこう意識してありがとうとか言ってたわけなんですよ。でありがとうはねできるだけたくさん言おうというのは心がけてたんだけれども、もうなんか何かをやってもらったりとかさ、なんかイベントに参加して学んで変わったりとか、なんかそういう外からの刺激があって初めてありがとうのいう感じだったんだけど、なんか違うんですよね。もうコンコンと常に心の中にありがとうがあるみたいな感じになって、なんか多分いい方向に自分が脱皮したんだなって思っていますね。でこれをいい方向に使っていきたいなっていうふうに思っています。だからね、すごいいい内省期だったんだろうなと思って、7月リサーチ期間として全然発信しなかったんですよね。でその中ですごいいろいろガラッと変わったから、なんかそれを新しいコンテンツに反映させていけて、還元することができたらいいなっていうふうには思ってますね。でもなん
か、うん、どんどんハマっているパンのこと。いや、こんなにハマるとは思わなかったですよ、本当に。びっくりしてますね、うん、びっくりしてます、自分でも。なんでハマってるのか分かんないんですよ。なんかでも追求したくなっちゃってて、うん、すごい楽しいんです。やらなきゃいけないっていうことじゃなくて、やりたくてたまらないみたいな感じで、なんか変ですよね。もう企画がどんどん湧いてきますね、 YouTube の。これやりたい、あれやりたい、あれやりたいとかっていうのがどんどん湧いてきて、うん、止まらないですね。もうだからそれをずっとひたすらやってたい。パン作りとその動画を作るっていうことをひたすらやってたいですね。でなんかレッスンをすごいやりたいっていう感覚はそこまでなくて、いや申し訳ないんですけどあんまりそこまでなくて、そこまでないから悪いんだけども、でもそれが本心なんだなと思って、今の私のしょうがない本心だから、だからなんかこの本心がそうだから行動がそこまで来ないんですよね。いや楽しいんですよ、楽しいんだけど、私はやっぱ動画を作るのが一番楽しいんだなと思ってて、そのパンを作る、動画を作る、とにかく作り出す、生み出すっていうところが楽しいんですよ。世にないものを生み出すっていうところがすごい楽しい。で、TTP もね、やりたいと思えなくて、やったら多分すごい早くいくんだろうし、最短最速なんだろうし、わかるんですよ。で、私も完コピやったことがあるから、別の分野で。だから、その完コピやることがすごい身につくっていうのはすごいわかるんだけれども、なんかその他人のコンテンツにまずあんまりそこまで興味がないっていうことって、興味がないんですよね、多分ね。なんか疲れてなんかグダーってしてる時にあのテタタって TikTok 見たりとかするんですけど、なんかあんまりそのコンテンツ自体にはすごい興味を持ってなくて、なんかすごい見ている人がいるとかもないし、まあいろんな人を見るっていうのはしてるけど、なんですかね、なんか徹底的に真似するみたいなことができないですよ。どうしてもやりたいとも思えないし、だってこうこうことは湧き上がってくるアイディアを試したいわけじゃないですか。自分の頭の中に あるアイディアをあの世に出したいんですよ。でそれがなんかこう当たろうが当たらなかろうが、そこを作って出すっていうところまでが楽しいんですよね。だからその結果それが受けたとか受けなかったとかはどうでもいいっていうか、だからそれがなんかダメなんだけど、私の場合は。でもそうなんですよ、本心がそうなんですよ、今のところ私は。だからなんか結果にこだわれないっていうところが、まあ、問題でもあるんだけど、でもだからこそ続いてるっていうのもあって、その自分のアイデアを出すっていうところが楽しいから、なんか結果が悪かったとしても楽しいんですよ。それが続いていく源泉になってるから、私の場合は。これを残しつつ結果にこだわれるようになれば最強になれるなとは思ってるんだけど、一応でもだから今は数字を追うフェーズに入りました、やっと。はい、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、あと10秒で、一次発酵が終わります。はい、一次発酵が終わりました。上から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じ、そこから見るとこんな感じでございます。でちょっと上から見た感じ、ネチョネチョしてそうなので、ちょっと全体に粉かけますね。はい、フィンガーテストでございます。こんな感じですね。ちょっとね、手にくっついてくる感じがありましたね。ちょっと柔らかいかも。はい、もうちょっと発酵取ってもいいかもな、もうちょっと発酵取ってもいいかも。ちょっともうちょっと伸ばしますね。もうちょっと発酵させても良さそうなので延長します。はい、では今度こそちょっとまたね、湿ってんね、っていうので、あ、いいですね、今回の方がくっついてこないし。は
はい、それでは分割していくんですけど、型に合わせて9分割ですね。9分割、いつもこの分割の計算ができなくてね、計算機で必ずやってます。はい、ではですね、9分割終わったので包んでいきます。で、型に敷いたクッキングシートをね、敷いて、そこに上に乗せていきます。ベンチタイムはありません。よいしょ、ほい、いい感じやな。なんかこのさ、クッキングシートをいつも私うまく作れなくてちょっとね、高さがいろいろなってんだけど、まあいいや、作れればいいからね。くっつかないためにあればいいからね。苦手な方はあのクッキングシートのもうはめるだけのやつが売ってるから、それを買うといいかもですね。よいしょ、美味しくなりそうな予感しかない。っていうか、このサイズの型買って本当良かったな。私ちぎりパンいつも作るのはいいんだけど、なんか大きすぎてね、食べきれないんですよね。で、なんか私結構飽きっぽいから飽きてくるんですよ、同じ味ずっと食べてんのが。だから良かったです、この型を買って。15センチ型です。15センチ型だったら9分割、18センチ型だったら、16分割でやってください。はい。ラスト1個。はい、OK でございます。はい、できました。こんな感じですね。ちょっとね、膨らむことを考慮して、ね、間を空けとくといいと思います。固く絞った濡れ布巾も一応かけて、で、お湯を張って一緒に入れてきます。最終発酵はですね、40度25分から35分でやっていきます。はい、発酵時間もですね、40度で、20分から25分25分から35分かとっていたんですけれども、25分だとね、ちょっとあんまりと思ったので35分にしたんですけど、それでもまだあんまりじゃないですか。なのでもうちょっとね、時間取っていきたいと思います。はい、ではですね、強力粉をね、軽くかけてから焼いていきたいと思います。はい、それでは焼いていきます。160度で12分から15分なので、とりあえず12分で焼いてみますね。はい、焼き上がりましたが、ちょっと膨らみがね、足りなくて、でこれでも20分伸ばしたんですよ、最終発酵。だからね、水分の配合ですね、現金多すぎるとダメなのかな、もうちょっと水増やした方がいいかなっていう感じですね。ちょっと味食べてみますね。あこ、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 美味しいけど、でもちっとしすぎだな。イーストもちょっと入れた方がいいかも。膨らめないとなんかこう隙間が空いちゃうしね。これもう一回リベンジします。
はい、というわけで、2回目ちょっと心配に終わりました。今こちらの写真はですね、1回目に作ったパインカルピスパンですね。これはこれでね、美味しかったんだけど、なんかお尻の線がねうまく出なくて、結構ちゃんとつけたんだけど、つけ足りなかったやつですね。で、今回作ったやつは配合が今度はダメだったから、もう一回リベンジして、ちゃんとしたね、パインカルピスパンにしたいなって思っていますね。もうちょっとね、なんかもちもちしすぎてたからふわふわしたいので、水分を多めにした方がいいなと思ってて、カルピスの原液を少し減らして水を増やす方がいいかもしれないですね。あとイーストもちょっと、あと 1g くらい入れてもいいかもしれないですね。ちょっとまたね、配合を変えてもう一回出せたらいいなと思ってますので、夏の間にね頑張ります。はい、ということで、ちょっと失敗レシピでしたけれども、見てくださってありがとうございました。こちらのね、投稿はかなり不定期になっていっちゃうと思うんですけれども、チャレンジしたいことはねいっぱいあって、 YouTube の企画はどんどん湧いてるんですよ。なので、不定期ながらも投稿していきますので、気長にね見ていただけたらありがたいなっていうふうに思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画が良かったな、面白かったな、なんか笑っちゃうなとか思ったらですね、グッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。で、メインチャンネルをね始めましたので、そちらは初心者向けにね、パン初めてやる方向けに作っていますので、よかったらね、そちらも概要欄にリンク貼っときますので、合わせてチャンネル登録してご覧いただけると嬉しいです。はい、というわけで、暑い夏ですけれども、心の中の炎を負けじとね燃やし続けてですね、情熱の炎を絶やさずにね生きていきましょう。今日も見てくださってありがとうございました。